10月23日木曜日、名古屋競馬場でスーパージョッキーズトレイアル2014第2ステージが行われました。第1ステージを突破した12名の騎手が出場する予定でしたが、10月18日の盛岡競馬で岩手代表の村上忍騎手が落馬により負傷し、第2ステージへの出場を辞退したため11名の名手によって争われました。北海道宮崎道行騎手です。応援よろしくお願いします。船橋森太斗騎手です。今日は楽しんで帰りたいと思ってますんで、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。来ました。大井の三河本則文騎手です。一生懸命騎乗しますので皆さん応援よろしくお願いいたします。大井の真島大輔騎手です。頑張りますので応援よろしくお願いします。大井の的場文雄騎手です。絶対頑張って、この間名人戦でね、2000人勝したようにね、うん、名古屋相性がいいんでね、頑張りたいと思いますので、ご支援までよろしくお願いします。金沢吉田明宏騎手です。一頭でも多く任せるように頑張ります。金沢の吉原博人騎手です。またこの元のいい名古屋競馬でね、このチケットを手に入れて中央に行きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。地元名古屋丸の勝人騎手です。初出場なので、雰囲気を楽しんで頑張りたいと思います。応援お願いします。兵庫の木村武史騎手です。ね、初2戦勝ちに競馬するんで応援します。高知の赤岡修司騎手です。今日はね、いろんなところからね、僕のために応援に来てくれてる人もいますんで、本当にそれを力にして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。伊佐賀の鮫島克也騎手です。ここ名古屋では名人戦ではちょっと的場さんに圧倒されたんですが的場さんに負けないように頑張ります。どうもありがとうございました。全国のスーパージョッキー夢の共演をどうぞお楽しみいただきたいと思います。本当によこんだけさ均等してる馬集めたなっていう。あ、そうですか、うん、いいメンバーだよ本当。そうですね、うん、じゃあ行きます。裏側はちょっと差しが届いてる。差しが届いてる、ね、だからであんまり前行き過ぎてもダメ、ね、はい、仕上げに関してはねしっかりやっていければ、あとはその人たちのやっぱり感性と個性でねやっぱりレースやってもらえればいい、うん、だからそのためにやっぱり調教の普段の調教からはしっかりやって、でそれで結果を残してくれればいいかなと。まあこっちにはね的場さんがいるもんで L サイズ使ってますから、長めですから大きい馬ですから、ね、僕 LL サイズ、はい、見て分かりませんでした。L ぐらいでしょ、 LL までいかない。そう、L ぐらいかもしれない。3000勝もおめでとうございます。やりました、ほんま今年にできるかなと思ったけどできました。ありがとうございます。頑張ります、この勢いで。点数、ポイント少ないんで一つは勝たないと多分逆転できないんで思い切って乗りたいと思います。スーパージョッキーズトライアル2014第3戦シルバーブーツ賞は 1400m で争われました。スタートしました。11頭広がっての先行争いに入っていきます。
さあ何が行こうというのか。さあ間からは平僕ファイター、あるいはうちの方からスルスルエクセルギー、間からはサウンドメジャーと上がっていきました降臨マレガー。まず先手を取るのは鮫島克也エクセルギー、並んできた的場文雄サウンドメジャー、1コーナーをカーブして3番手には吉田明宏降臨マレガーがつけております。うちの方からは3番リトルボナンザ三河本則文です。間には丸の勝とコンクエストで向こう上面に入ってきました。外から森タイとテーム大突破です。その後ろには平僕ファイター赤岡修司が控えております。インコースから木村武史グラミーバリアン、外から上がっていった宮崎三幸菊のドラゴンであります。そして真島大輔オープンスタンス最高峰に前のフォルゴーレ吉原博人が控えて3コーナーをカーブしていきました。先頭は1番のエクセルギー鮫島克也先頭です。そして2番手グループドッと固まってまいりました。うちの方からはリトルボナンザ、大外から森タイとテーム大突破、そして間にはサウンドメジャー大混戦、逃げるエクセルギー、そして懸命にリトルボナンザが差を詰めてまいりました。内をついてはグラミーバリアン木村武史が突っ込んでくる。先頭は鮫島克也エクセルギー、2番手争いグラミーバリアンゴール、1番の鮫島克也エクセルギー。シルバーブーツ賞、1着は佐賀の鮫島克也騎手、2着は兵庫の木村武史騎手、3着は大井の三河本則文騎手でした。そうですね、ええとこ回ってこれたんでね、直線伸びてくれました。ついていかないって聞いてたんで、できるだけちょっと前で競馬したかったなと思ったんだけど、ペースが落ち着いてくれた分良かったと思います。次はね、頑張ります。みんな同じですけどね。そうですね、頑張ります。こればっかり出足が良すぎて行ってしまいました。でも力ある馬だからやっぱ全然押し切れましたけど、はい、一番内目がちょっと重いかなと思って、ちょうど3頭目ぐらいのところがちょっと水浮いてるんですよね。だけどそこ軽いかなと思ってそこ通ってたんですけど、地元の騎手からもうちちょっと重いかなっていう話も聞いたんで、まあうちから行かれる分はいいかなと思って、まあちょっと上げてたんですけど。そうか、これ英馬ですよね。暫定トップ、うん、暫定トップ並んでるのはこの人。いや、だってなんかこんな展開多くないです。岩手もそうだし、今回もなんかね、もつれますね。また2勝利での優勝を狙ってるんじゃないですか。神のみぞ知るです。もう僕馬券に絡んでないですよ。 4着でしょこれ。頑張ってきます。シルバーブーツ賞を終えてのポイントを確認しておきましょう。1位は佐賀の鮫島克也騎手、2位は高知の赤岡修司騎手、3位は兵庫の木村武史騎手、まだ11位の森大斗騎手までは優勝の可能性が残されています。第4戦シルバーホイップ賞は 1800m で行われます。スタートしました。揃いました。11頭まずポーンと K2 リマークが好出しを見せました。そして外からぐんぐん蓬莱なでしこがこれに並んでいきまして、1周目の3コーナーをカーブ、その後ろには
グロスバーグがつけて3番手、そして外から並んで上がっていったのがネオウーリボーであります。前が固まってあとは4馬身ぐらい切れております。その後はストロンボリ、そしてインコースにはカピタンが続いております。スタンド前に入っていきます。先頭逃げるのは K2 リマーク、三鴨と則文騎士が逃げております。リードは2馬身、2番手には木村武史、蓬莱なでしこ、3番手に森田とグロスバーグと外から真島大輔、ネオウーリボーが並んで上がって先団4頭固まって1コーナーカーブに入っていきます。カピタン赤岡修二がその後ろインコース、そして外にはスバローグ吉原博人がおります。そしてインコースには松風グリーン、鮫島克也、一番外を回るのは宮崎光幸、ストロンボリで向こう上面に入っていきました。あとは平牧ジャパン、的場文雄、その後ろには吉田明宏のワイズマンであります。さあ各馬が向こう上面、3コーナーに向かって残り600式にかかります。前2頭並んでおります。 K2 リマーク、三鴨則文に木村武史、宝蘭なでしこが並んで3コーナー、3番手には松風グリーン、鮫島克也が続いております。その後ろのグループも一気に固まって残り400を通過していきました。さあ前は今度は木村武史、蓬莱なでしこが先頭を変わるか、そして内では三鴨のリフィン、 K2 リマークであります。その下から一気に松風グリーン、鮫島克也も襲いかかって直線に向いてまいりました。さあ仕事を広がって、これは大混戦となりそうであります。内をついてカピタン、内からカピタンが伸びてきた赤穂修二、外からは松風グリーンだ、松風グリーン前を捉えるか、カピタンと並んでゴールイン。2番のカピタン、しのいだかどうか赤赤修二、最後積み寄った3番松風グリーンは鮫島克也。シルバーホイップ賞、1着は高知の赤岡修二騎手、2着は佐賀の鮫島克也騎手、3着は大井の的場文雄騎手でした。うまいね、はい、4つとも5着以内、でもこれ勝ってなかったら2位でしたでしょ、鮫島さんが2着に来てるから。そうそう、見えたんですよ、鮫島さんの手応えがめちゃめちゃいいのが、すごい内外離れてたけど、そうなんです、だから僕が外で鮫島さんが行ったから僕内抜けれたんですよ。あれそのままだったら多分僕負けてますから、もう行くとこなくなった。結局外で回さないから分ロスするんで、多分なんで良かったです。ちょっと僕の方がずぶい分ちょっと置いてから気味で打ちつけたんで、あれが良かったです。逆にそれで3コーナーから大外回してね、いや天才ですよね。早く俺の外にこう来とかな、僕だってもう鮫島さん内から僕のシューって2コーナーで抜いてったよ。あれ鮫島さんこれ切り替えたいやろな、もういいわ僕のって思って先にそれが良かった。そうや、ね、引いたのが僕が引いたのが、あれが突っ走ったら内行かれて僕もないですね。そうだ、うん、いやそれでももしこう来とったら俺がこう出してそう、いやね、ダメ僕がダメな展開になる、うん、だけど、ね、あそこでもう後ろから来てなかったから、ね、前にとかわせば勝てるかなっていう感じだったから、そうです、もう安全牌に外に回してしか勝ちに行ったとこをやられました。でも僕外に回してたら的場さんにやられてたかもしれないです。ザックに内が開いたの多分すんなーに。スーパージョッキーズトライアル2014、優勝は高知の赤岡修二騎手、2位は佐賀の鮫島克也騎手、
3位は大井の的場文雄騎手となりました。もう年だからね、そう欲もないよ、もう頑張るだけ頑張りますよ。もう今年最後だな、こんなレースだと思って。年も年だから渾身の騎乗したんだけどね、精一杯の気持ちで来たんだけど、まあ南関東リーディング4位にはならない。若い時ならね、もう絶対だけどさ、もう年だからどんどん落ちるばっかりだから、まあ今年がこのレースの最後だからね、もしかもう行けたら夢だなと思っていたんですよ、もう盲領監督から。だから最高の気持ちでは乗りましたよ。まあでも楽しみました、なんとなくね。名古屋の馬場も馬も研究してきてこの成績だったんで悔いはないです。はい、もう無我夢中で追ったんですけど、ちょっと届かなかったですね。はい、まあ精一杯やれたんで、まあ悔いがないです。またこの舞台に戻ってきたいと思います。はい、今年は本当いろんな人の言葉でしたね。まあ、僕もちょっともうモチベーション的に下がってるし、まあちょっとお祭り的な感じでっていう雰囲気も自分の中で感じてた部分もあったんですけど、まああのね、いろんな人が激励というか、もうやっぱ行かないかんという言葉を聞いて、もうすごく自分の中でこう今までのこうちょっとな慣れた気持ちをリセットしてきたんで、いやでもまあそれでこう結果が出たからもう本当ありがたいですよね。その馬に当たらないもあるでしょうけど、まあそのやっぱり慣れ合いになるようなレースにもなったらいけないと、まあ、今回は思ったんでね、あの何としても勝ちたいっていう気持ちで、あのちょっとこう強引に突っ張ったところも結構あったんで、まあ、それがあったから勝てたかなっていう気持ちもありますし、鮫島さんの手応えはそこでね、はい、僕のうちからガーッと上がってきたんですけど、はい、あのそこの2コーナーで、はい、もうそれ見た時にこれもう成績見て知ってたんで、そう、あこの馬は確かすごいえいって言ってたんで、はい、これはあのこれとに負けたらいけないなと思ってたんで、うん、まあ、まさかでも1着2着の叩き合いになると思ってなかったんですけど、そうでしたね、はい、まあ、でも手応え的に向こう正面ぐらいちょっとずぶん今って聞いてたんで、ちょっと早めにこう、はい、つけてたんですけど、はい、つけてたんですけど、うまくなんか前を捕まえれそうな感じがありまして、うん、まだ手応えがねというか、まだ出し切ってないような感じがあったんで、まあ、はい、まあ、ひょっともう一叩きしたら伸びるかなと思うと、4コーナー回る手前でかなりエンジンがかかってきたんで、まああと鮫島さんの見た時に結構外の4投目ぐらいになったんで、ひょっとこの内と外の差でなんとかなるかなっていう感じで乗ったら、まあね、やっぱりズブイだけあってこう最後までおしまいしっかり伸びてくれたというかね、あの足衰えずに、それが良かったですね。勝った冷静さと、あとは、まあ、冷静には乗れましたね、はい、まあ、東京はちょっと冷静で折れるかどうかわからないですけど、冷静にね、なんとか乗って頑張りたいですね、はい、頑張ります。もうそれしかないですね。赤岡修司騎手は11月29日30日の両日、 JRA 東京競馬場で行われる第28回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場します。ワールドスーパージョッキーズシリーズでの赤岡修司騎手への5000円をお願いします。